125年目、はい、で元旅館だったんです。ですから天井とかこれ全部漆で巻いてあるんで125年経ってもピカピカです。2階が資料室になってて、2階の建物は手つけてないですから大正時代のガラスとか入っておりまして、ここはあの大きい旅館だったんで半分に切ってしまったんで、あの少し手入れましたけどほとんど手入っておりませんし、で帰りはあのお座敷の方にお庭がすごくあの今綺麗ですから、ぜひ休んで。番長もここへ立ち寄られた。立ち寄られましたけど、向かいの銀行がありました、あの建物、あそこが泉屋っていう旅館だったんです。そこにお泊まりになって、でここは五名館っていう旅館だったんですけど、五名館のお嬢さんが泉屋さんへお嫁に行かれたもんで、それからこちらの方にああいうあの写真の中にね、はい、ちょっと開けてください、はい、明治大正時代の、はい、旅館街だったんです。これだけの、それが60年前に大火事で燃えて全部なくなったんです。60年前でこの五名館だけがここにあったもんで、これから土蔵造りで、それがあの窓には全部鉄の窓がこう閉まるようになってて、あのここはありませんけど2階も全部ありますし、でそれのためにあの火の粉とかにあの遮られて、ほんでここだけ生き残って、あとこれ全部60年前に燃えてしまったんです。うん、ほんであのこれだけ古い、普通125年ってこんなに古くないんですけれど、あの建物としてはね、でも山中では全部燃えてしまったもんで。そうですか、はい、でこちらはあの資料館になっておりますし、はい、あの明治時代の建物の、はい、何してもらいます、どうぞ見ていってください。ちょっと階段切ってみてください、はい、
山中の町で皆さんが区会で作られている俳句で、やっぱし山中ですから、場所もあるですから、あのたくさんあの俳句の会がありまして、そうですか、皆さん熱心に俳句の会していらして、一月に1件ずつぐらい差し替えていっております。近いです。そうです。